FC 琉球は今シーズンの初めから指揮を執っていた倉貫和希監督を成績不振を理由に解任し、前節までの3試合は元監督の木田さんが暫定的に指揮を執っていました。後任が待ち望まれる中、クラブはおととい、木田さんが再び監督に就任すると発表しました。現場に立って FC 琉球というチームをもう一度蘇らせて、やはりみんなで目標としている J2 昇格、そこに自分の力を注ぎたいと思い、今回簡単ではなかったですが監督をする決断をいたしました。前節まで木田監督が指揮した3試合は2勝1引き分けと負けがなく、チームは現在2連勝中です。ここからの巻き返しを狙います。